はい。じゃあ、ドライバーとナビゲーター交換して、石井さんドライバーで、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。一周で、軽自動割り当てのが、ほうほう。レスポンダーズっはい。ていうジェムがあるんですけど、はい。レールズの4.1かなんかで、非推奨になって、なんかワーニングが出てるんですよ。それを外したいっていう。なんで、レスポンダーは確か、レスポンド2じゃなくて、なんだっけ、レスポンドなんとか。レスポンドアンスコ4とかで Git グレップするとどうなります？スポンド4だっアンけスな。コ4。はあ、2じゃなくて何かが、2は、それいっぱい出てくるこんれだ。出てくるわ。コントローラーで出てくるところで、じゃあコントローラー。おお、その中の、こいつが使えなくなる。メソッドの中のレスポンド2は使えるんだけど、レスポン、あの、メソッドの外側で使ってる、これとか、多分この辺の、多分この2個が使えなくなる。ちょっと、じゃあ開きますか。API の方を開いてみてくはい、ださい。わかりました。なんかその2箇所がなくなれば外せる。そう。これこれ。これの表記ができなくなる。ほうほう。ちょっと API アクセスしてもらっていいですか？なんだ？なんだろう。あ、違うわ。API ってあれ親クラスだから、その API 関連のコントローラーの親クラスなんですよ。はだから、コントローラーのところで、コントローラーに API っていうディレクトリがあるんで、そこを見てもらえれば。い。API でディレクトリの中に入ってるもの、結構あんありますね。な。例えば、ホームはどうですか？ホームコントローラー。で、そのなんか、レスポンド2で外側で指定してると、これって API コントローラー継承してるじゃないですか。なんか外側でここで書くのとまあ同じなんですけど、あれ書いとくと、なんか、JSON がデフォルトになるみたいな。何にも書かなかった時の返りが JSON ってことになるみたいな。それ単純に外すとどう、単純に外すとどうなりますか？これはフォトがいいですか。はい。で、で、どうすんだ。コンフィグルーツとか見れば多分。ルーツで API。ああ。で、API のルートがホームインデックスだから、単に api.json ってアクセスすると多分あれが。ここで。はい。API なんか出てますね。あれ？じゃあ外してもいいってこと？これ。ただ、俺はその明示的に JSON って書いてあるから、いいって理屈ですよね、こいつそうらなの。のかもしれない。ここは。他のところはどうなりますか？なんだろうね。ウォールペーパーとウォかールだよ。ペーパー。ここはこういやうっのてがな多いん分だ。ダメなんなるほどね。これってアクセスできます？これウォールペーパーでいいのかな？多分 API すらウォールペーパーズ JSON。
ずっと JSON？ こう。ああ。これがあれなしで見れるようになれば。でもさ、見れてね。あ、ほんとだ。あれこれさ、どういうこと？サーバーの再起動とかしなくて大丈夫ですか？してみますか。でも、コントローラーは読み込み直すはずだと思うな。これ。どーん。もう遅い。まだ、それでいけないですか、ね。まあ、の下ですけど。まだ時間かかりそうっすかね。あ、でもリスニングオンって出てればいいのかも。ああ、そう。これで多分やると。リロードすると。ああ、出てる。出ている。出ている。ということは。だったらもう単純に外してもいいのかな。テストとかでさ、分かるんだよね、多分ね。さあ、どうでしょう。そこまでやってない可能性がある。あ、テストディレクトリを見てもらっていいですか、はい、でも自分でね、書いたかどうか忘れ、まあね、テスト、多分ね、その辺は、インテグレーション、あ、コントローラーズは、に、なんか、API とかあるか、API はない。ない。インテグレーションズの方はどうでしょう。インテグレーション、API とかない。あ、あるある、API テストあります。あ、でも、いいんじゃない？その、だって、JSON.json とかつけて、帰ってこなかったりするわけでしょ、多分。うん。どうなんだろうね。それを変えちゃえばいいんじゃない？あ、他のものにね。あの、テストのやつを、アクセスしてるのを api.json にして、あ、それはただのテスト名ですね。そのゲットのところして、まあ、それ多分動くと思うけど、それで、なんかウォールペーパーとかも追加して、なるほど。じゃこれ増やせばいい。あ、そうですね。なんか、基本めんどくさいやつは、ほとんどそれで済ます。なるほど。とりあえずエラー出てないっていう。200番が返ってきてるってことだけを確かめるっていう。でも安心じゃないですか、ちょっと。そうっすね。ってことにしてください。はい。JSON を普通はつけた方がいいのかな？はい。うん。じゃあこれも JSON つけてるバージョン。ああ、そうっすね。これはでも通っちゃうんですね、多分ね。はい、一応じゃあ消すかコメントアウトじゃなくて、これ自体を、このファイル自体がいらなくなるわけではない、まあ、一応は、あの、API 系が全部継承してるから。じゃあこれはこんな感じで。はい、で何かしらやることがありそうだし、API は。Ruby-itest で、テストインテグレーション API テスト。おなんか。多分、Ruby がシステムの使われてるから、バンドルエグゼック Ruby はどうですか？その同じやつ、同じコマンドで最初に。バンドルエグゼックをつける。はい、うん。来たんじゃない？そうじゃない。テストインテグレーションでどう？お、なんかエラー出てる。おターミナルノーティファイヤー。ターミナルノーティファイヤー。インストールし。これは、このブリューインストールターミナルノーティファイヤーをやれば多分。多分、なるほど。そんなのあったか。みんなが入れてて俺気づかなかった。このリハクのエメを持ってしても気づかなかった。すぐ入るんじゃないですか。おい、あ、でもよかった、バイナリーっぽいね、コンパイルじゃな、これ変じゃないですか。
でもこの辺もね、うん、なんか付け焼き刃っていうかこう直前にやってどうにかなるから最近はいいですよね。お、来たんじゃない。おお、これはだからニアサーションズでちゃんと通ってるってことか。そうですね。じゃああの API 直下にあと2ファイルぐらいなんで。なるほど。じゃあ全部書くって感じですか。はい、じゃあちょっとコントローラーズ API。しかも他のはなんか管理画面のダッシュボードに表示するようでしか使ってないんで、ユーザーには全く。これはあってか結構あるじゃん。結構あるね、それ。どうするんです。全部。でも大丈夫だと思う。多分。うん、じゃあ全部機械的に書いちゃって大丈夫ですか。わ、うん、かりました。セッションコントローラーとかなんだ。ああ。納得の。うん、これどうなってんの。トータルスラウの下か。はい。ロールペーパーズ。で、早速使ってます。早速見せつけるコメンツとかだよね。あれトータル何？バックスラー。バックスラーだったっけ。ああそうだ。合ってる。ちょっと一回実行しますね。はい。ああいうのもなんか法文とかで回して書くのがいいのか。なんかね、個別に書くのがいいのかって。でも、ベタで。まあ、ベターですよね、ベースは。この、ノーティフィケーションの今の、やつが、ターミナル。ちょっと端っこに出たやつですね。そうそう。なんだったっけ、セッションズ、ストーリーズ、ユーザーズ。なるほど。じゃあ、なんだ、普通に外しちゃって問題なかったんだな、ちょっと一気にいきますよ。いきますよ。セッションズストーリーズユーザーズ。ユーザーズ。ちゃうちゃうわ。一応セッションズセッションズコメンツコメンツサクセスしていると、うん、これでドン。正しいビム素晴らしい。正規表現先輩には相当助けられてました。お、なんかエラー出たぞ。お、いいんじゃねこれ。あー、いや、っすね、めんどくさい。めんどくさい。なんかあれなんですよ。Google Analytics に。うん、アクセスするんですよ、あの API。で、あの、設定ファイル、うん、シークレット、コンフィグシークレット YAML に、うん、のテストのところでそれが動いてて。ああ、なるほど。あの、モックしてないから、実物に行って。ということは、まあ、そこは、まあ、あの、なんか、そうっすね。なんかペンディングっていうか、未実装ってなかったっけ。なんかブラッシュだ、なんだっけ、モーカーだとなんかペンディングってありますけど、一応。Google で、はい。レールズガイド、レールズガイド、英語ですか、スペースがガイド、グイで。なんだろう、テストみたいなやつば。ペンディングとかいらなくて大丈夫ですか。リストがいいか。なんかね、そう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 。この、ガイド2、その辺になんか。これかな？それはペンディングマイグレーション。あ、これ。フラン、フランク？フランク。必ず失敗するみたいな。なんかね、サーションじゃねえか。なんかね、なかったっけ？ペンディングに対応するのはないんだよね、確か。
ああ、そうなんですか？うん。なんだっけ。もっとインプリメンテッドにするのなんかなかったっけ？これは？シュワフィラー。ああ、でもまあ。うん、これじゃないですか。これで？これをとりあえずあのメソッドの中に入れとくみたいな。わざと失敗させてますっていう、その。あ、へぇー。それでいいと思います。これって、どこでも多分あの一番上とかに上っていうかテストの次の行とかにあのフランクでなんかなんだろうノットインプリメンテッドイヤーとみたいなノットテステッドイヤーとノットなんだテステッドイヤーとみたいな感じでいいんじゃないですかね。とりあえずウィップでプルリクできるだけでもどうだすかね。これでじゃあそれだと明示的に落ちるはずだから、それはなんかテスト結果には出ないの？いや出る。あ、出るんだ。うん、え、あ、F になるんですね。うん、そうそうそう、うん、もうテストで言えと出てますね。だからそう、あえてのっていうのがでいいんじゃないですか。これでいいですかね。じゃあこれであれもう外してありますよね、レスポンドって。はい、レスポンドは消してあります。だったらそれでフルリクを VIP とかで入れてもらえれば、ジェムファイルの方は消したりしなくて大丈夫。ああ、消しますか。ジェムファイル、わかんない、ジェムファイル、これか。ここにレスポンダーズっていう、それをはい、そう、複数人に2個あってこれ消して、はい、でバンドルをもう一回すると。なるほど、バンドルするとジェムファイルロックがアップデートされる。バンドルでこれいいですか。はい、これはインストールし直しみたいな感じなんですか。まあ、インストールされてたのを読み込まなくなるだけなのが速攻のはず。この状態でテストとかって一回やった方がいいんですかね。まあ、VIP だからいいのか。あ、でも、はい、やってみた方がいいかもしれないですね。どのくらいかかるんだろう、MPU、はい、じゃねえや。でもさっきのバンドル、コントロール P とかで。これはあ、はい、それでいいんじゃない。ファイルシティがないのか。あ、これいいか。うん、いいですよ。今って全体実行するとどのくらいかかるんですか。でも3分ぐらいじゃないですか。あ、マジで、うん、早いね。あ、まあ大丈夫。うん。なるほど。じゃあこれで。はい。それで。あ、どうだよ。もうそれでマスターじゃないですか。Git CO5 V。スタッシュとかしないでも大丈夫だよね、確か。でも、今アットしちゃった？アットしちゃった。なんだっけ？大丈夫だったっけ？あ、まあ。まあいいっす。うん。はい、なんだろう。廃止する。レスポンダーズを。まあ、リムーブ的な感じじゃないですか。レスポンダーズ。いいっすね。よし。いいっすね。で、これで一応ディフで。見て。ええ。うん。まあ、大丈夫じゃないってことにして。うん、いいっすね。はい、ふう、はい、うん、僕はハブコマンドとかを入れてないので、まあ古来よりずっとブラウザからやりますね。はい、だいたいこの、いや出てこない、出てこない、まあ、これあれなんで出てこないんだろう。コミあれはプッシュ成功してみます。あ、あれスポンダーズだから、あれだ、ごめん、プッシュしてないような気がするコミットしてない、あああるあるfm remove スポン
なんだろうね。ムーブ、あとかつけるんですかね。まあ、いいんじゃないですか。まあいいか。二度とマッチ、エニーファイルズ。CI だ、ごめんなさい。緊張しちゃって。はいはい。で、どうしよう。ウィップつけときゃいい感じですかね、先頭に。うん、フレータニュープリクエストで、はい、先頭にウィップをつけていただければ。こんな感じですか。はい、はい、で、一周の番号が何だったっけ。何だったっけ。サインドトゥ、いや、それ設定してないな。あ、なるほど。まあまあやっとくって感じですかね。まあまあやっとくって感じ。はい。お時間もお時間なんで。だいぶ過ぎてるし。はい。じゃあこんなところで。じゃあ、はい。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。失礼します。